ナイチンゲールの制約、ナイチンゲール精子とは、現代看護の創始者、フローレンス・ナイチンゲールの偉業を称え、1893年、アメリカ合衆国ミシガン州デトロイト市にある、ハーパー病院のファーランド看護学校の校長リストラ、クレッターを委員長とする委員会で、ヒポクラテスの誓いの内容をもとに作成されたものである。 ただ、グレッター自身はその精子を理念の背後にある、動き続ける精神と考えていた。また、ナイチンゲール本人も、その代表的な著作、看護をぼえきの中において、私たちの場合、誓いを立ててこの道に入ったりしない、真の気持ちは、遠征や失恋などと全く別のものであると、自覚するために、わざわざ会えて、誓いを立てる必要があるのか。 そんな次元の低いものとみなしているのだろうかと述べている。その後、ナイチンゲール生死はアメリカにおける看護倫理及び原則の表明となり、害をなさず、病気になっている人が困っている時に、いつでもどこでも熱心に看護するといった制約を含んでいた。1935年の生死の改定で、クレッターは健康の指名者となる誓いを含め、人間の福祉健康を向上に捧げる。 看護師の役割を広げた。以来、アメリカの看護師は何十年もの間、大帽式や卒業式などのセレモニーでナイチンゲール精子を利用してきた。近年では、アメリカの多くの学校がオリジナル版、または1935年版に変更を加え、独自の特定の倫理基準を参照し、しばしばより自立した看護職を促進するために、 医師への忠誠という表現を削除したものを利用している。1950年、アメリカ看護協会は初となる看護者の倫理規範を採択。これはアメリカの看護者において交渉不可な規範とみなされている。この倫理規範は一般的なものから特定分野のガイドラインまで詳細に記述されており、臨床から研究、管理運営、教育などを含む 全64ページにわたるものとなっている。この倫理規範は、口述するナイチンゲール精子の現代版にも登場する。なお、日本においては、この ANA の看護師の倫理規範に相当するものは存在していない。1953年、国際看護師協会によって採択された。これは、看護においてあるべき倫理的なあるべき姿勢と、看護職一般、日々の実践。 および他者との関係について要点をまとめ国際的な基準となるべく採択された考量である。1988年日本看護協会による看護師の倫理規定2003年イク看護師の倫理考量に習い、看護者の倫理考量へ改定、改大。内容は基本的事項の簡単な一覧に留まっている。 I, solemnly, p l e d g e myself before God and in the presence of this, assembly to, pass my, life in purity and to practice my profession, face free, I shall abstain from what e v e r i s deleterious, and mischievous, and shall not take or knowingly administer any, harmful d r u g I shall do all in my power to maintain and elevate the, standard of my profession and will. ホールドイン、コンフィデンスオール、パーソナルマターズカミーテッド、ツーマイキーピングアンドオールファミリアフェアーズカミングツー、マイナレッジインザプラクティスオブマイコーリング、アイシャルビーロイヤルツーマイワークアンドデボーテッドトゥワーズ、ザウェルフェアオブゾーズカミーテッドツーマイケア、オリジナルフローレンスナイチンゲールプレッチアイ、ソロムリープレジマイセルフビフォーゴッドアンドインザプレゼンスオブディス、アッセンブリーツーパスマイ。 life in purity and to practice my profession, face free, I will abstain from whatever is deleterious, and mischievous, and will not take or knowingly administer any harmful drug, I will do all in my power to maintain and elevate the standard of my profession and will hold in confidence all personal matters committed, つうまいきーピングオールファミリーアフェアズカミングツーマイナレッチインザプラクティスオブマイコーリングウィズロイヤルティウィルアイエードザフィジシャンインキズワークワーズウェイミシャナーオブヘルスアイウィルデディディケートマイセルフツーデボーテッドサービスフォーヒューマンウェルフェア1935リバイズドバージョン神とここに集う人々の前に厳かに誓うビフォーゴットゾーズアセンブルドヒアアイ ソロムリープレジ看護専門職の倫理規範を順方し、2アドハー、2ザコードオブエシックスオブザナーシングプロフェッション、忠誠心を持って看護チームの他のメンバーと共に協力し、監督者として指定された医師、または看護者の指示に忠実に、そして己の能力に従って最善を尽くし、2 c 様、オペレートフェイスフリーウィズザーザザメンバーアッズオブザナーシング、チームツーキャリーウト、 シック・フェイス・フリー＆ツーザ、ベスト・オブ・マイ・アビリティ・ザ・インストラクションズ・オブ・ザ・フィジシャン。オア・ザ・ナース・フーメイ・ビー・アサインド・ツー、スーパー・バイズ・マイワーク。一切の悪行や悪意ある行為をせず、意図しながら、害のある、いかなる薬を与えることや、不正行為には加担しないと。アイ・ウィルノット・ドゥ・エニシング・イービル・オア・マリ・ショス・アインド、アイ・ウィルノット・ノーイング・リー・ギブ・エニー・ハーム・ファル、ドラッグ・オア・シスト・イン・マル・プラクテス。 職業上の知り得た秘密についてはこれを秘得する。I will not reveal any confidential information that may come to my knowledge in the course of my work そして全力を尽くし看護実践の標準と品位を高めることを自分に誓う。And I p l e d g e myself to do all in my power to raise the standards and prestige of the practical nursing 我が人生が 看護専門職の仕事と、その高妙な理想に捧げられんことを。May my life be devoted to service and to the high, アイディルズオブザナーシングプロフェッション、プラクティカルナースプレッチ、A モダンバージョンベースドオンザナイチンゲールプレッチ。ありがとうございます。